私自身がですね、吹奏楽団でずっとトランペット吹いてたものですから、曲そのものはですね、掛け声と、それから大歓声と、それから吹奏楽団の音楽と、野球のリーダーの、手の振り方と、それが全部一体になった形で応援の中に組み入れようという、それがもともとの曲のスタートでございます。ただの応援歌ではないということ、曲の中に非常になんか面白いものが、プロではできないものがいっぱい入ってるみたいなことを作曲家の芥川康さんから言われましてですね、で中村八大さんという方がたまたまその著作権協会の登録を担当してくれたんですけど、その方と二人が話して、この曲は非常に面白いと、繰り返しをしてもですね、相手この名前を入れてなんとか倒せっていうわけですから、こういう考え方発想が普通作る人からはできないと、結局歌詞の中は最終的にはバツバツ倒せって形で、詞を作ったり曲を作る人が場面によって中身を変えていいっていうような発想で作るっていうことが、プロにはできないというのが、いろんなものがその入ってですね、珍しい曲に結果的になってたのが非常に受けたんではないかというふうに、その方から言われました。